皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、DAC オカルトラジオ、ともです。けすけです。本日はこの二人で信じようと信じまいとをやってみようと思います。おお、よろしくお願いします。はい、もうね、オカラジとしては3回目なんですけど、うんうん、多分けすけは初めて。初めてですね。そうね。で、信じようと信じまいと多分何か分かってないと思うので。全く何言ってんのって思います、なんか。ちょっと説明をしながら、はい、ぜひぜひ、すみません、お願いします。これね、2ちゃんのオカルト板で立った、スレッドなんですけど、うん、まあ、木村さんとトモくんは信じようと信じまいと好きですよね。まあショートだからね、めっちゃ、なんか楽。おお、そうなんだ。うん、で一応この信じようと信じまいとって何かっていうと、うん、まあそういう紙手紙が送られてきて、差出人不明の、はい、でそこになんかちょっと都市伝説ともつかない、ちょっと信憑性があるような話が、うんうんうん、ショートの話がブワーって50何個か書いてあって、はいはい、でそのルールとして10個公開して1つ自分のを加えて次の人に回せみたいな、うん、ちょっと不幸の手紙っぽい感じのやつが届いたから全部公開しますっていうやつなのよ。うん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 、だけどその公開しとる途中にちょっと不思議なことがあって、で書き込まれなくなるみたいな、あ、ちょっと百物語に近いものもありつつ、はあ、なるほど、うん、っていうところから始まってて、うんうん、実際には、うん、とその手紙があるかどうかは分からんけど、もうこのスレッドで進んでて、はいはい、でちゃんとした決まりも信じようと信じまいとで横棒があって、1行開けて4行のショートで40文字ぐらいの前後で4行、はいはい、で、3分から6分ぐらいでまとめなさいよと、でまた1行開けて信じようと信じまいとで横棒で締めるっていうルールがあってさ、おうおう、へー、でなおかつちょっと具体的な、常識ではありえない奇妙な話でありながら、うん、噂話や都市伝説のようにもしかすると本当かもと思わせる程度の現実味、客観性を持つと、はい、うん、一見有名な話として知られていそうに思えるが今まで誰も聞いたことないような話である、おうおう、現代地域人物などある程度具体性があると、そういうお話お、うん、にしてくださいよっていう、あ、なるほど、うん、あ、その付け加えるやつってことですよね、そういうこと、ね、俺と木村さんも実際1話付け足して、なんかおからじも10話、はい、今まで10話やって1つ付け足してや、あの出してる、あ、そうなんだ、うん、ちょっと楽しそうです ね、うん、だけど今日はね、まあ、10話読んで終わりにしようかなと、うんうんうん、足すのはちょっとやめとこうかなと、うんうん、了解です、はい、でめちゃくちゃ続いてんだけど、はい、どうしようかなと思って、もう結構ランダムでお話ししようかなと、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、思います、じゃあいきます、はい、10話ねやりますから、僕が、ロアを、こうロアってあの噂話っていう意味なんだけどさ、ほうほうほう、うん、よくフォークロアとかねそういうことを言ったりするけど、うん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 、ロアロア、それを読むので、手挙げてもらって、でなんか言ってもらって、でどうしてだいって聞くんで、その後なんか、うん、待ってください違う番組になってますはい、あのうちはね焦点方式を取り入れるように俺座布団何枚あっても足りないですよ多分今日はねあの 10話やるんで10枚あります座布団あります、椅子がね椅子10個重ねますんでうちは俺ただの喜劇なんじゃないですかサーカスになりますよ、サーカスになるじゃあいきますね、あ、じゃあチャラーンですね、そうそうそう、コンペですって、コンペです、始まってもらえれば、はい、もう今座布団1枚もありませんから最初のチャラーンでなくなった、なくなりましたね、はい、じゃあいきますね、はい、2007年福井県のとある警察署に一人の男が女を殺し山に捨てたと自首してきた。調査により指定の場所に腐敗した女の死体が埋められているのを発見する。男によると自首した理由とは、ある掲示板に名無しで書き込むたびにそこに搭載されているランダム名無し機能で反映される名無しの名が毎日犯人となり気を病んだためだという。ほう、うん、なるほど、まあこういうこういう感じです。ほう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 、うん、このまあショート、本当にショートで
ちょっと信憑性を持たせるために何年とか福井県とか、うんうんうん、そういうのを言う。まあこれさ、人が考えてるネタだからさ、うんうん、なんていうのかな、このランダム7式機能とかさ、これ2チャンネルのことじゃん、はいはい、まあ、こういうのも使ったりとか、うん、あとそのお話に対しての続編とか作ったりとか、結構ねこれ俺も面白くて好きなんだよね。なんか、一時期、まあ、今も流行ってるのかどうか分かんないですけど、ツイッターでつぶこわってすごいやってる時期ありましたよね。今もやってる、ね、そういう感覚にちょっと近いですよね。似てる。行きましょう。はい、行きましょう。あ、ビビった、今行きましょう、俺のハイバチかと思って聞いてないから、どうしてないってはそうかすごいドキドキしてたんですけどよかったよかった、はい、1996年の春、オーストリア郊外の大邸宅の地下室から若い女性の遺体が多数発見された。屋敷は旧貴族の領内にあり、最後の当主が晩年を暮らした館だった。年老いた使用人の供述によると、当主は猫アレルギーがひどく、最近は若いメイドがすぐ辞めてしまうと愚痴をこぼしていたとのこと。女性たちの遺体はワインセラーの隣に並べられていて、全身無毛の状態で完全老化していた。老化、ろうそくの老、ろうそくの老、ほう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 、していたと。はあ、うん、それはその当主がまあやってたんだろうねっていうことなのかな、猫アレルギー、だからこのメイドたちを遺体ね、やってたってことだよね、なのかな、でもなんかすぐ辞めちゃうんだよねって、なんかね自分から、知らない、だからその使えてたやつがやってたのかなともちょっと思いましたけど、別のやつ、ああ共謀っていうか、ね、一緒にやってたみたいな、そうだから当主自体は知らなかったというか、メイドが言ってもすぐ辞めちゃうんだよねって本当に不思議に思ってる、けど身内にその犯行をやってるやつがいるというか、ああなるほどね、だから当主は関係ないと、関係ない、はい、猫アレルギー、だから猫アレルギーじゃなかったってことだよね、人アレルギーみたいな、なのかな、じゃあ次のお話いきますね、はい、イギリスのとある有名な騙し絵絵画の展覧会は大変危険だという。その作品はとても美しく人々を感動させるほどのものだが、時折客や警備員がないはずの扉や部屋に入っていってしまうからである。ほう、だから騙し絵なのか、あの最近またなんか SNS とかで、その騙し絵で猫がビビってるとかっていうのと一緒に、騙し絵みたいなところに入ってっちゃうみたいな映像見たことある、あの海外の人が作ってる動画 で、でそこに入ってって出てくるとまた違う騙し絵みたいなのがあって、っていう動画見たことあるな、 TikTok でよく見たな、そういう感じの動画ですね絶対。だからそのトリックアートとかもちょっと怖い、俺その感覚なんかずっとあるというか、これどれか一個ガチでそういう世界だったら怖いみたいな、っていうのをこうやって作るってことですよね。そうそうそう、そういうことだね、そのちっちゃい恐怖というかね。俺あのお正月にさ、お正月じゃないわ、去年の年末か、はい、大晦日にさ、海鮮焼きをベランダでやりたいなと思って、はい、そこラグーナ、の何だったっけ、何て言うんだったっけ、ラグーナの魚市場、魚、お魚市場あるじゃん、あそこ行ってさ、まあ、お魚を買ってて、はい、その上にさ、まあ、いろいろあるじゃんアウトレットが、そこで騙し絵店っていうかトリックアート店やっててさ、あそうなんだ、めちゃめちゃ魚持ちながら入って出てくとき消えてなかったっすか、消えてなかった忘れたかもしれんなと思って一袋結構高い買い物しとったもんだよさ、カニとかそういうのとか、だから死守したよ
そうでもあそこいいっすよね、うん、あのお魚市場の海鮮のそのまま魚買ったりもできるけど海鮮丼とか、ね、そこで食べれるし、ね、丼とかあるじゃないですか、うん、お寿司とか、うん、あそこのうまいんすよ。うまい。あとイカのプレス焼き絶対買っちゃう。うまいですね、うん、俺あの機械がもう欲しくてさしたら意外と安かったね。6万ぐらいだったんだ、ね、あそうなんだ、うん、あの釣岡でしょうのサブちゃん佐賀岡でしょうで買ってやってましたよ、うん、唐揚げをせんべいにするとか あれで、やってた。やりたいと思った。じゃあなんかさ意外とこの木村さんの店の柏の方、うんうんうん、でも売れそうだなと思って。確かにでも木村って泣くじゃないですか。あみんなビクッてなるじゃないですか。そっかそっかそっかあれねいいなと思って、うん、どんぐらいの、うん、これでこんぐらいで売ってこんぐらい一日に売り上げあれば回収できるなとかめちゃくちゃ計算して、うんうんうん、場所がねっつってやめた結局そこなんですよね、うんでもなんか信じようと信じまいと面白いですね。面白いね、うん、短いので、うん、結構都市伝説みたいなのお話あんま取り扱ってないですけど、うん、好きですからね聞くのはね、うん、大好きですからね、うんうんうん、じゃあ行きましょう。はい。ドイツの製薬会社の研究所が突如閉鎖された。それまでの研究成果も全て破棄されたのだがなぜか実験に使われた動物の骨は全く見つからなかった。この研究所は痩せ薬を主に研究してたという。あ、うん、骨を削って骨まで、わまでなくなる、なくなるぐらいの痩せ薬ってことですかね。そういうことか。すげえな、うん、なんかいいですね。ちょっと意味怖みたいな感覚がちょっとある。痩せ薬、うん、今もう痩せ薬もめちゃくちゃありますからね。ある、うん、本当か分かんないけど最近カロリミット飲んでます。カロリミット、うん、なんか食べる前に飲んで、あーは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 ー、うん、みたいなやつ。どうですか効果あるんですか。わかんないっす飲みたて。ケイスケもなんか飲んでたよね昔ね。飲んでます。飲んで、あと、ね、あ今も飲んでる。今もう今はね、あのなんか高田久美がさ、うん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 、広告やってるあれはね効果ありましたよ。ケイスケ飲んでる、ま、ただ僕ライブの時とか、うん、顔出しの何かある時とか、例えばまあ、ドラマの撮影とかの時はダイエットするんですよ、うん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 、でその時あの薬も飲んでるけど、うん、ご飯も抜くんでだいぶ、ああ、そうだよね、うん、だからどの効果で痩せてるかは分かんない。ああ、まあ、そうかそうかそうか、うん、まあ相乗効果でねいろいろで痩せるっていうことあるね。ケイスケはもう役作りでねすごいな、歯も抜いたりしてるんでねしてない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 めちゃくちゃ役者じゃないですか俺昔の頬に綿詰めたりとか、ね、昔の役者じゃないですかめちゃくちゃしてますからねしてるんだちなみに最近太ったわっていうのもあれ演技ですからね、うん、綿とか入れたりして要服に服着とるもんね重ね着で太ってるように見せるっていう技術ですかね、うん、首が大変なんですよね太って見せるの。あ大変だよね、うん、タートルネックめちゃくちゃなんか着とるもん着たことないほぼタートルネックケイスケタートルネックきついかもね。痒くなっちゃいそう。いやそうです ね夏とか特に、ま、夏タートルネック着るやつもなんと思ってはい、じゃあ次の話いきましょうか。はい、お願いします。今多分4話やったよね。うんうん、言います。聞くと必ず目が覚める音が存在する。この音は脳内の睡眠に関する部分に直接作用し強制的な目覚めをもたらすという。健常な耳を持つ霊長類に 100% の効果が認められているが、発見した研究機関は全人類の安眠のために公開を拒否している。ほう、うん、あそういう音があると、うん、必ず起きるっていう。いや便利ですけど ねえ、まあでも悪用される可能性がありますから ねそんなのは。でもそんな音あるんだね。え僕は結構ね、うん、アラームとかはいろんな音で時間によってもうランダムで音変えてるんですよ。あ、はいはいはい、すごいね。この時はこれみたいなのがなんか適当に決めるんですけど、うん、全部同じ音じゃなくて、うん、なんかその方が毎回びっくりするんですよ。あなんか今までは自然にもう8時に目が覚めちゃうとかなかったんで、うん、夜中
4時とか5時まで遊んで、うんうんうん、次の日はもう7時に起きないといけないとか、うん、で次の日は昼からだから、まあ11時に起きればいいやみたいな時アラーム設定するじゃないですか、うんうん、その時に音も適当に選ぶみたいな、うんうん、でやってるとこう履歴でバーっていっぱい出てくるじゃないですか、7時、うんうん、6時、うんうん、あとは、まあ、10時11時半30分削りとか、うんうん、刻みみたいなのがバーってある中の、うん、まあ、明日この時間でってやった時にこれがもう何の音か覚えてないんで、はいはいはい、わかるわかる、そうです、なんか起きた時にめちゃくちゃビビる時とかあるんですよ、うん、爆発音とかあるんですけど、 あれマジであれで起きる時マジで大なんかが僕の記憶の中ではうちの母親が中あ僕が高校の時に、うん、俺が全然起きなくて寝坊で学校遅刻するみたいな時に、うんうん、うち3階建てなんですよ、うん、で階段登って起こしに来ないといけないから、うん、うちの母親短気なんでそこでもうめちゃ切れるみたいな、あで当時俺が飼ってた熱帯魚の水槽をガーンってガシャンってぶっ倒して出てった時あって、うん、その時もう寝ぼけながらバーンって鳴った音が読み返るんですよ、すごい、それで一気にうわーってなって目が覚めるって、うん、なんかもう最終この時間には起きないといけないみたいな、うん、時に多分これを設定したと思うんですけど、あ、はい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 、だから僕はもうこれは遅刻できないなの時はそれを設定するみたいな、うん、俺ねもう今はもうあんまりないけどもう結構狙った時間に起きれるようになったから、うん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 、なんか一番の最近の起き方はアラームじゃなくて寝る前に強く願う何時に起きたいってこの時間に起きたいっていう、そうするとその前その起きたい時間の15分ぐらい前に起きるいつも。マジっすか、うん、体内時計が多分危機感みたいなのがあるんだろうね。ただまあその前っていうかアラームセットするときは絶対俺バンカーリングつけてるじゃん携帯に、はいはいはい、それを指に通したまんま寝る。あ、なるほど。そうすると手が震えるから、うん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 、なんかねアラームの音で起きるっていうよりもこの手の振動なんか振動で起きる、でも分かりますよ、うん、俺もあの横向きとかで寝るんですけど結構、うんうん、その下に引いたりします。ああはいはいはい、うん、それで、うん、まあ、音もあるし振動もあるし。でも今さなんか優秀すぎてさ、うんうん、あ起きとるなこの人って見なされてさ、あ顔を出すとね、出すと iPhone がめっちゃ音小さくなったりするら、うん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 、でもそれ見るまではでかいじゃないですか、うん、あまあね、うん、でもこう顔にさこうやってやっとったらさ、うん、くっついてたら顔だってならんからそれはもう離れてないと分かんないでしょ。向こうからしたら暗闇ですよ多分くっついてる時、うん、なんかそれそう願う、強く願う最近のアラームそれで起きれるのすげえ大人ですね、うん、じゃ次いきますね、はい、30年前の某日深夜0時日本近海の離島読島、夜に見る島と書いて読島で、ほうほう、原因不明の海底ケーブル切断により大停電が発生、島民全員が島から姿を消すという怪事件が起きた。調査によれば海底ケーブルは何者かに食いちぎられたように切れていたという。ほう、それで島民が消えるってのがまた、ね、そいつが食べたみたいなことなんですかね。なんかね、へえ、なんかさちゃんと調べればさ、うんうん、この島もないとかさ、うん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 、なんかわかるんだけどさ、こういうのがなんていうのかな、ちょっとロマンを感じさせる、うんうんうん、いい話だなっていうのがすごいわかる、うんうん、僕も結構ね好きで、ドライブしとったりとか、うん、で見たこともないカタカナのお店みたいなの看板があったりとかすると、うん、例えば、しらつみとか、うんうん、しらつみっていうお店の看板があったとしたら、うん、しらつみなんて知らないじゃないですか、うん、しらつみの意味を考えたりとか、うん、そのドライブしてる相手と、うん、あとは動物園行ってあの動物の習性を適当に考えるみたいな、うんうんうん、白がちょっと歩いて振り返るのなんでだとか、うん、をその場の即興で適当に作るみたいなの好きなんで、うん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 、この信じようと信じまいと好きかも。ああそうだね、うん、ケースケバージョン作ってみるのも面白いかもしれない。そうですね、信じようと信じまいと、うん、あのちょっと前にさ、はい、近畿地方のある場所についてみたいなの、うんうんうん、すっげえ流行ったじゃん。はいはい、流行りましたね。あれもさ、なんていうのかね、ちゃんと調べるとさ、その事件なかったりとかさ、うん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 、なんかその団地なかったりダムなかったりとか、まあ滋賀県の話って
だったりとかするんだけどさ、うん、なんかそれもまあ調べちゃうまではかなりロマンがあったし面白かったなと思って、うん、まあああいうの面白いなと思って、うんうん、もし知ってたらなんか他にもコメント欄とかで教えてもらえると、あ、そういう、うん、ああいうルポ系のやつ好きだからさ、うんうん、いやそれこそできるなら近畿地方のやつやりたいですよね。まああれでもああやって拡散してくださいっていう話だからやってもいいんじゃないって思うけどね。うんうんうん、あとはなんか公民館かなんかの掲示板に貼ってあった、ほう、不気味な写真張り紙と写真だかなんかのやつとかも面白かったよ。へえ、うん、そういうシリーズありですね。ね、面白いね。やってみるのもありだなと思いますね。うんうん。で次行きますね。はい。なんか日本のやつがいいなと思って今日本のないかなと思ってるんだけど。はい。行きます。はい。昭和40年代栃木県のある村で廃屋の解体をしていた作業員が不思議な板を発見して評判になった。天井に使われていた板のうち1枚の節目がまるで美しい女性の姿のように見えるのである。これは観音様が浮き出た板として地元の新聞に写真入りで紹介された。それを読んだ複数の読者から10年以上前に行方不明になった少女にそっくりだという投書があったことも後日談として報じられている。いいです ね、 ね、うん、僕も、うん、その顔に見えるっていうので言うと、うん、大阪時代に、うん、顔面岩っていう、あ、はい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 、岩ってよりちょっとした崖みたいなの岩肌が女性の顔に見えるみたいな、うん、まあ、本当に口開けてあーって言ってる顔に見えなくもないぐらいな感じなんですけど、そういうのを見た時にあ誰かに似てるっていうその発想というか、うん、その当時はなかったというか、うん、でもなんかこういう風に、まあ、行方不明になった少女に似てるとか、うんうん、みたいなのがあると関連性が、まあ、そういうつながりがある話みたいなのは結構あいいなってなりますね。確かにね、うん、あそこってさなんかケイスケ言ってたっけ宗教的なのだっていう話だったよね。 その崖の上に宗教の施設があって、うん、まあ、新興宗教があって、うん、もう今はその場所にないらしいですけど、はいはいはい、でその話結構お金でもしてるんですけど、うん、その手前に川が流れてるんですけど、うん、その川はそのとある山岳信仰のその宗教の信者たちが掘って作った川なんですよ。でその山っていうのが戦時中の亡くなった兵隊さんだったりとかをそこで埋めてた場所だったらしくて、そう掘ったら人骨がいっぱい出てきたって言って、それでもやめずにその川を通したみたいな。だからその場所にまつわる怖い話みたいなのは呪われる人は、幽霊が出るみたいなこの川、うんうん、っていうのが足音が聞こえて物音が聞こえてそっち見ると兵隊さんが何人も行進してる霊を川が歩いてるみたいな、うん、川を歩いてるっていう、ね、そうで中でも呪われる人が共通して言ってたのが、まあ、みんな見るのはその足音だけとか、うんうん、兵隊さんだけなんだけどその後呪われたとか何かあったっていう人はみんな口を揃えてある掛け声を聞いたっていう、うん、それが全体止まれっていう、なるほど、うん、話だった。それじゃあ後で信じようと信じまいと信じまいとに行きましょう。まとめれるかな4行でまとめるってね長いですね短いですねそうだからにしては今の話が長いですねっていうの長いですねだったんですけど伝わりにくいかなと思って言い直しました、はい、じゃあ次いきますね。はい、昭和の終わり頃のこと、都内のあるビルの庭で地面から半ば白骨化した人間の両足が突き出ているのを清掃員が発見し通報した。警察が掘り返したところ女性の遺体が逆立ちをした状態で地中に埋まっていた。飛び降り自殺をしたものの地中に突き刺さるような形になり運悪く植木の影になって長らく発見されなかっただろうと判断された。しかし不思議なのは白骨化するまで相当な腐敗臭がしたはずなのに誰も気づかなかったことである。現場のすぐそばにはベンチがありそこで休息を取る社員も多かったのだがなお遺体の身元は分かっていない。はあ、まあね、その白骨化した状態で、うん、その足首とかも取れちゃうんじゃないのかなっ
って。ああ、まあ確かにね。で、突き出す、なんかバラバラになってるっていうか、うん、まあ、だからあれだよ、スケキヨの感じがそのまま地面で、そのまま骨になってるみたいな。うん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 。うん、でも、なんかそのどちらかというと、例えば飛び降りて頭から落ちても、うん、突き刺さるって、うん、まあそのそれこそぬかるんでて泥みたいなところだったらまだわかるっすけど、うん、その花壇みたいなところ地面に突き刺さるっていうのが、うん、なんかありえないことじゃないですか。うん、だからその場所の方が怖いっていうか、うんね、うん、どうなってんのっていう。うん、なんかその柔らかさとかもその、うん、そうだしね、うん、だってえ両足がまあバーって出とったとして、うんうん、でも結構だよね、1メートルぐらいは地中に埋まってる、きついね、うんうん、だからなんか普段は普通の地面なんだけど、うん、ある一定の衝撃以上でグンって踏むと、うん、ズボってはまるみたいな、なんかあれあるよね、こういう硬いさ板、この今机の板を天板をトントンしとるけどさ、はい、これがなんかいつかこの指が突き抜ける瞬間があってもおかしくないっていう、なんかあるよね、うんうん、そういうやつ、そう、だからそういう場所みたいな風にちょっと思って、でなんかその白骨化した足がそのまま突き出してるみたいな、うん、そのなんていうんですか、関節とかも腐ってくから、うん、その一本の骨しか立たないんじゃないかなって思うんですよ、うん、だから膝よりそうスネだけ出てるみたいなって感じなのかね、状態なのかなってちょっと、そしたら相当埋まってるよね、うんうんうん、もしくはそのまあなんていうんですか、ありえないじゃないですかそんな、うん、だから異世界じゃないですけど、うんうん、みたいなのとつながっちゃってるから、うん、そのまま足もそのままの形で白骨化するっていう、うん、ありえない現象も起きてるっていう、うん、なんかちょっとロマンのあるような話でもあるっていう、その異世界系みたいな、うんっていうのはちょっと思ったな、うん、なんかどこだろうどこだろうってなったりするよね、この話をね、うんうんうん、じゃあ次のお話いきますね、はい、します。ドイツの田舎で行われている行事で、日本でいうと肝試しのようなものがある。ただそれは日本と違って冬場に行われ、近隣住民総出で森の中へ出かけていく。その地方に引っ越してきたばかりのある青年は行事の存在を知らずに、ただ一人町に取り残されてしまった。 2,3 日すると町に人が帰ってきた。しかし青年の知っている人は一人もおらず、帰ってきたのは赤の他人だったという。彼らは何もなかったように生活を再開した。ほー、うん、全員入れ替わるっていう、すげえ不思議な話だ、ね、ただどうなのかね、その森の中から入れ替わってきたとして、うんうん、遠くの町に親戚とかさ、その村を出てった子が帰ってきて、うん、あれお父さんお母さんちょっと違うみたいなさ、うん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 、誰あなたたちってなるのかなっていう。だからもうその村は同じ村の中で、うん、同じ親族というか、うん、でまあ、家が例えば4軒あるなら4家族じゃなくて8家族実は住んでて、うん、ああなるほど、うん、その間は別のところに、うん、うん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 、なんかまあ違う村があって、森の中にね、うん、隠れた村があって、そうで、そっちはそっちなんか例えば違うことをしてるみたいな、うんうんうん、で重労働なんで年に1回交代してみたいな、はい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 、はい、ああそれいいねって思ったけど、うん、引っ越してきたこの人もそこに加わってんなら、うん、その人の代わりのやつが文句言ってくるんじゃないかなっていう、うん、なんで来ないんだよみたいな、なるほど、ね、交代だぞみたいな。あ、例えばじゃ あ, まあ数まであっとるとして、うんうん、8家族、まあ、4家族4家族があっとして、うんうん、全員4人家族、うん、で1人の人が引っ越してきた、だったら1人あぶれちゃうから、うん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 、変わる人もいないっていう。あ、なるほどね、うん、どうだろうそれで、うん、許します。許してくれてありがとう、許します。うんうん、うん、なんか全く違う人が来るみたいな、ね、その、まあ、この短い文でやるとこういうかん、どういうことってなるかもしれないですけど、うん、これを元にちゃんと作ったらすごいいい話できそう、うん、って思った、うん、うんうん、これちょっとこのスレッドって結構前のだからさ、はい、
ちょっといつ頃のっていうのは言えないけど、うんうん、わかんないから書いてないから言えないけど、ちょっとこの次の話はまあそう思って聞いてもらってて、ほう、結構昔のっていうスレッドだよっていうのを、うんうん、思ってもらって聞いてください。はい。横浜に住む英美さんは中学の時に占い師に言われた言葉が気になって仕方ないというたわいもない恋占いの後、あなたの寿命は平成19年9月15日までだから悔いのないようにと言われたそうだ。たかが占い、そんなものを気にする必要はなさそうだが、でもと英美さんは言う。占ってもらったのは30年前なんです。次の年号が平成だと、なんであの占い師は知っていたのでしょう。おー、なるほど、うん、いい話です ね昭和に占ってもらったんだけど、うんうん、っていうですね、うんうんうん、なんかありましたよね、令和の時も、うん、令和、次の年号は令和って当ててるツイッターの人、 あったありましたよね、うん、なんかそう結構前に、何年か前に言ってるみたいな、うん、ね、あったあった。てかさ、あなたの寿命は平成19年9月15日までだから悔いのないようにっていうことはさ、うん、あ、まあこのスレがいつか分かんないからな、うんうんうん、でもまあ2000、あ、でも結構前か多分、うんうんうん、でも昭和、平成って31年までしかないじゃん、うん、だから平成19年ギリギリぐらいの時にだったのかな。平成19年ってちょっといつか調べるね。僕とトモ君が出会った時ぐらいですよ。あ、何それ、なんか素敵な言い方いや平成19年、僕ら平成元年なんで、昭和63年平成元年なんで、ちょうど19歳だから。ああ、そっかそっか、そういうことか、うんうん、2007年、あっぽい、2ちゃん2007年っぽいね、うん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 、うん、へえ、なるほどね、はいはい、だから多分これその寿命だよっていう直前ぐらいに書いたのかもしれない、うんうんうん、うんうん、とかあと1年とか、うんうん、なんかそうなった時にあの その時書き込んだこの人の発想すごいいいなっていうか、うん、なんで30年前なのに次の年号平成って知ってんだっていうオチを思いついたのすごいなって思う、ね、うん、創作だとしたらね、うん、うん、自分で一つ付け加えるみたいな感じだから創作だとは思うんですけど、うん、まあそうだね、うん、そういうのもあると思う、うんうん、終わり、あと1話かな、あと1話、昭和50年代の鎌倉で道路拡張工事のために路肩の木を伐採したところ、切り株から樹液とともに白い粉が吹き出して騒ぎになった。念のために地面を掘り起こしたところ、大量の人骨が見つかった。調査の結果、人骨は数百年前のもので事件性がないことが分かり、工事はそのまま続けられた。うん、なんだその話ねえ。だって白い粉がさ吹き上がる、吹き出て騒ぎになるっていうさ、樹液とともに、うん、ちゅうことは木が吸ってるってこと、うん、なのかな、うん、なんか骨は吸うのかな、うん、なんか俺のイメージさ、この皮膚とかの腐ったものからさ、うんうん、人間の内臓とか、うん、から養分をなんか吸うっていうのはちょっとわかるんだけどさ、うんうん、それこそあのチッチの話じゃないけどさ、はい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 、ホッシャンのね、ホッシャンの、うんうんうん、あれズボって引き抜いたらさ、ハムスターがそのまま白骨化したやつがついてきたみたいな話だったから、うん、骨はなんかそのまま残りそうな気がするから、その白い粉が吹き出てっていうのはどういう状態なのかなっていうのが気になったけどね、どういう状態なんだろう、うん、だからその木ならざるものみたいな、あ、木みたいな、うん、木、木やん木みたいな、木は木やん木みたいな、まあ、なんかそう、まあ、妖怪じゃないですけど、妖怪木、妖怪木ダサいっすね、なんか一文字なんかそんな感じがするっすね、うん、なんか数百年前の骨が出てくるっていうのも、うん、昔は土葬だった、でもそれってすごい深くにあるものをなんか吸い上げるっていうのがなんかね、うん、木の中に入り込むってなんかおかしいっすよね、うんうんうん、
なんか桜の木の下にはってよく言うけどね、死体が埋まってるみたいなね話も聞くけどさ、うん、なんかちょっと、あ、でもさ、え、あれ、あ、なんかあったよね、桜の木の下の話でしたことあったよね、木村さんとケイスケの会、俺3人でやった会で、うんうん、あれなんでだったっけ、あ、あの時か、あの千佳さんの触り階段のとこか、うん、なんか実際花見とかして踏み固めていいとかいろいろありましたよね、なんかあったよね、うん、うん、なんかまあ言い伝え、そういう言い伝えとかを駆使してこの信じようと信じまいとを、そうだね、書き込むっていう、うん、なんかその当時の、うん、まあ、オカルト好きの遊びの一つとしてはすごい楽しかったんじゃないかなと思います ね、その今のつぶこわもそうですけど、なんか続くの分かるよね、うん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 、ちょっと一大ムーブメントになったっていうのはすごい分かるなと思った、うんうん、これさ今多分終わりじゃん、はい、ちょっと心配なんでもう一話やっといていい、あ、はい、今のとこカットするけど、了解です了解です、じゃあ次行くね、はい、1988年の夏、虫取りに行った子供たちが奇妙な虫を捕まえてきた。全身が黒くブヨブヨとした数センチの球状で、木の蜜を美味しそうに吸っていたという。子供の父親が大学に調査を依頼したが、到着する前に死んでしまった。虫かごの中で動かなくなったそれを解剖してみると、中には空洞しかなかった。ほう、ちょっと好きなタイプです ね、うん、虫だってね好きだもんね、うん、虫好きですからね、うん、へえ、空洞、虫くんみたいなな名乗ったらなんかさかなクンみたいな感じで頭にクワガタつけて、そこまで名乗れるほど詳しくはないですよ、ああいう人たちはすごい知識すごいですから、うん、確かにね、あそこまでやる人たちは虫博士とかね、おるよね、僕は学校クラスメイトレベルの中では生き物係ってことですね、そう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 、はい、ジョイ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 楽しんでいきましょうよ、はい雪なベイベーということで、うん、うん、なんかそのこれは見たことないみたいな、あの虫捕まえたりとかしてもやっぱ興奮しますもんね、あ、新種かもみたいな、あ、テンション上がるやっぱり、うんうん、あ、なるほどね、おる、見たことねえみたいなの、まあでもその知識が少ないから、うん、こんなの初めて見たはまだいまだにありますけど、なんかすげえでけえバッタ、トノサマバッタよりもっとでかいバッタみたいなの、清涼バッタですかなのかね、うん、緑のやつですよね、緑のやつ、うんうんうん、見たことある、うん、もう清涼中にもめちゃくちゃいましたよ違うっすよマジで、僕いとこ清涼中に住んでるから清涼中の近くでよく捕まえてたんですよ、木村さんおらんねん違うっすマジで今のはそう、豊橋ね、清涼中学校っていう学校があるんですよ俺今無意識でやってたんですよ事故ですえ、どのくらい、それ何センチぐらい、え、でも15センチとか、すごいでかっ、うん、声量バッターになりますよ、え、でかっ、本当に手乗りサイズ、最近見ないですね、いや俺見たことない、生まれてそんなにでかいのは、そうトノサマバッタぐらいかな、言ってもトノサマバッタは結構中指ぐらいの大きさじゃん、まあ、中指する人それぞれだけどさ、でも大体ね、大体、うん、己の中指ぐらいの大きさ、うん、それぞれのバラバラだけど、まあ、個体差ありますし ね、あちら側も、うん、そうそうそうこちら側もあるけどそれこそだって僕の今の目の前、家の目の前が、うん、公園になってるじゃないですか、うんうん、あそこ昔空き地だったんですけど、はい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 、その時はもうそこにめちゃくちゃいましたよ、うん、うん、見たことない、捕まえ行きます今度、あ、行きたい行きたい、え、本当に捕まえましょう、で、最悪いっぱい捕まえて、うん、あ、ちょっとむごいかもしれないですけど、うちのアロワナの餌にしていただける、あ、そんな大きいのも食べれる、食べれるです、食べれるです、ケスケも食べれるもんねサブちゃんでちょっと食べましたけど、うん、ね、うん、食べようと思って食べないですよ別にでもすごいな、めっちゃでかいっすよ、そんなんおるだね、いますいます、虫の中で最大サイズぐらい、あ、いでも鎧もぐらとかもっとでかいか、いや鎧もぐらの方がちっちゃい、でもその
面積で言ったら鎧もぐらの方がでかいですけど、あ、まあまあまあ、足広げた長さで言ったら多分清涼割ったのがあるんじゃないかな、多分。うん、すごいね、見たことない、ちょっと今度使いまいけど、夏だし行きましょう行きましょう、ぜひ行きましょう。え、おるかな豊橋で。でも最近見てないなっていうのもあるんで、うん、あの多分創造大学の方の、うん、あの川の近くにあの草ぼうぼうになってるじゃないですか、うん、あの辺いると思います。あ、それこそさ、俺らがキャンプよく、あ、いるかも、いるかもしれない、ね、いるかもしれないですね。 あそこちょっと探してみましょう、行ってみましょう行ってみましょう、うん、あそこあのアブもめっちゃいますから、ね、あー怖い。まあ一回行ってみましょう、うん。はい、ということで、はい、今回は新庄と新島とやってみましたけど、はい、いや楽しかった。 初新庄と新島と、うん、どうでしたか。めっちゃ楽しかったですね。うん、なんか本当に意味コアみたいなこともあるし、うん、でちょっと都市伝説チックな流れもまたいいというか、うんうんうん、いいよね、うん、好きなんすよ。なんかこの日頃の生活の何かを、うん、ちょっと新庄と新島に持って寄せて考えそう。あ、なるほどなるほどね、うん、ああいいかもいいかも。ちなみに僕が見てるサイトですけど、はい、50話まとめが43スレッドありますんで、めちゃくちゃ、あ、47スレッドありますんで、相当あるね。相当ありますね、うん、500、あ、違うか、10話で、あ、10話で500話だから10スレで、うんうん、3570で結構あるね。結構ありますよ、うん、まあでもあの短さだったら、あ、まあね、うんうん、読んでくにだったら結構パパパッと読めるんで、うん、なんかつぶこはもう、まあつぶこはちょっと難しいか、じゃあなんかこういう信じようと信じまいとみたいな決め台詞的なルールみたいなのがあれば、うんうん、それがちょっと一人歩きして流行るかなと思ったけど、もうちょっと、でもあのつぶこはさ、ツイッターだから140文字って限られてるから、うんうんうん、なかなかなんか余分な文字を入れるっていうのは難しいかもしれない、ね、そうですね、うんうん、はい。なんか階段上がってくる音しんかったわ今、うん、したしたよね、うん、だから俺ちょっと見ましたね、見たよね、うん、これなんですよ、ちょっと入ってるか分かんないですけど、うん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 、ちょうどバイクがブンブン鳴ってたから、ね、かね、うん、それでなんか振動みたいなことかもしれない、うん、ね、うん、なんか階段っぽい音はするんですよたまに、うんうんうん、でもね、見てもらった結果お化けいないって言ってたから、いないって言ってましたからね、うんうんうん、じゃあ終わりましょう、はい、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。